もう商品紹介していいのかな。早いね。今日は雨降りましたね。はい、また東京は自粛が、12日から決定しちゃったので、皆さんまた大変になると思うんですけども、少しでも皆さんがお出かけするときに、ハッピーになってもらったり、あとはなんか 私が作ったアイテムを持って、なんか今日も頑張ろうって思えるようなアイテムを考えたので、ぜひたくさんの方に手に取っていただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで早速、商品を紹介していきたいと思います。ふい、はい、はい、まずは T シャツ、まず T シャツを今回も2枚作りました。白と黒で作ったんですけど、今回はここに刺繍で24カラッツさやかと入れました。ワンポイントなのですごいシンプルで使いやすい、アイテムになっているかなと思いますし、前回結構張りがあったんですけど、今回はちょっと肌なじみのいい、でも何だろう、体のラインが出すぎないような T シャツの形になっているので、ぜひユニセックスで作ってるので男女問わず手に取っていただけたらなと思います。みんなはどっちが好きなんですかね、白と黒。ということで次はピアスの方かな。ピアス私も今回つけてるんですけど、このピアスを作りました。これは今回パールとチェーンをテーマにして、作ってるんですけど、アイテムをこのチェーンはすごく大きくて存在感のあるピアスが個人的に欲しいと思って、実際に作っちゃいました。で、今回はパールとチェーンがモチーフになっているので、後ろにパールをつけてもらったんですけど、これは、写真で撮ってる時は逆でつけて、パールを前にしてチェーンを後ろにした状態でつけているので、どっちでもつけれるようになってます。はい、なのでこちらも気分に合わせて楽しんでいただけたらなと思います。はい、で、次がネックレスですね。このネックレスもパールとチェーンで作ってるんですけど、これは前回同様どこにでも、させれる、調節できるネックレスになってます。こういう感じなので、私写真では普通にこうやって好きなところにつけて真ん中で垂らしてたんですけど、私のおすすめ的に、おすすめですよ、好きなようにしてもらっていいですけど、私のおすすめ的には、結構ここを短くしてこの様子、かかりやすいな、ちょっと待ってくださいね、あ、大丈夫ですよ、こんな感じで短くして、ここをチョーカーみたいにして、こうなんか最近女の人とかは背中がざっくりデザインがある洋服が多いので、こう背中に垂らすっていうのをおすすめしたいです。私の使い方は、なのでこちらもいろんな使い方ができるので、洋服に合わせて、あとは雰囲気、どういう雰囲気に見せたいかによって、使えるアイテムになっているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、続きましてマスクですね。これも T シャツ同様24カラッツさやかと、書いてます。これは刺繍じゃないんですけど、洗って使える素材になっているので、いつでも毎日でも使っていただけたらなと思います。あとはあれですね、これ結構耳のところで調節できるようになって、ここがなので、男の方でも女性の方でもお子様でも誰でも使えるかなと思います。で、それと一緒に使ってほしいのがこちらの、なんだっけ、マ
マスクホルダー、マスクホルダーになってます。これは、メガネとかサングラスにもつけれるようにつけてもらったので、マスクを使わなくなった時期でも使えるアイテムになってます。はい、ということで私も早速今日つけてきました。なのでこうマスクホルダーはマスクをしてる、普段するじゃないですか。でご飯食べたりとか外さないといけない時にこう普通にテーブルに置くよりかはこうやって身につけている方が清潔感があると思うので、ぜひ持ってない方は一つはゲットしてみてください。はい、で次バッグ。はい、バッグですね。これはスリーウェイになってるんですけど、まず一つ目がパールを持って、ハンドルバッグみたいに持つスタイルで、こちらは巾着になっているのでパカッと開けて使うことができます。で、ちなみにここに24カラッツと入っておりますで、この中に入っているのがチェーンですね。で、実際にこれとチェーンをつけて使うこともできて、チェーンの長さなんです。結構チェーンが長いと身長が低身長の方とかはスタイルが悪く見えるので、こうかけた時にもこう上の方にバッグが来るようにしてバランスを取ってもらえるように、低身長の方向けでも使えるバッグを作りました。あとはチェーンをつけるとこんな感じなんですけど、これを外しても使えるので、なんか今日パールの気分じゃない、かっこよく行きたいっていう時はパールじゃなくチェーンだけの日があってもいいかなと思います。これは本当に万能だと思います。皆さんは何が好きかな。ということで今回唯一シルバーのアクセサリーを使っているのがこの白のバッグなんですけど、この白は、パールじゃなくてビーズで、夏でも使えるようにすごい爽やかに作りました。で、シルバーのチェーンがこちらになってます。さっきと同様です。やらなくて大丈夫ですよね。こちらにありますこんな感じですね。で、ここをまた今日はビーズつけたくないなっていう時はこういう感じで使っていただけたらなと思います。これも夏活躍できるんじゃないかなと思います。はい、ということで質問ありますか？なんか見た方がいいですね。質問ありますか？なんか来てます？長財布。あ、長財布試してないな。長財布の方います？そうですね、確かに大事ですよね。最近ね、ちっちゃいバッグが多いですからね。長財布入るか。イヤリング、ピアス、これはですねピアスになっているので穴が開いている方しか使えないです。なのでそこは購入するときに注意してください。価格は私がインスタグラムにアップしているやつにURL 貼ってるのでそこから飛んでいただけたら、値段は分かるかなと思います。ちなみに明日、7月の10日の12時から、オンラインとショップバーチカルガレージ中目黒店と名古屋、福岡、大阪、あと渋谷で、あ、
と24中目黒の24カラッツ店で発売されるので、ぜひ、気になる方は、チェックよろしくお願いします。で今回も前回同様数量限定になっているので、絶対欲しいというアイテムがある方は早めにチェックしていただけたらなと思います。はい、ということで長財布はなかったねなかったです。でもどうだろう、多分結構大きい気がします。入れ方によっては入りそうですよね。なんか試したことないけど開けてみる。あと何か来てます？質問、長財布以外に最近ね、あ、 T シャツ当てたサイズ感すいません私 M サイズ着用したんですけど、こんな感じですね。で前回よりも少し丈が長いかもしれないです。袖の丈と何見丈着丈が少し長めになっております、はい、なので多分メンズでも下手したら M サイズでも着れるかもしれないです、うん、ちなみにメンズの方は合わせてもらいたいですかね皆さん。メンズの L サイズで着る、普段何サイズですか？ L サイズ。 L サイズは でこのぐらい何センチですか？174です。174cm の方でこのぐらいですね。お尻隠れるぐらいで L サイズになってます。はい、すみません。あと何か質問ありますか？何か来てます？撮影の時着てたのは M サイズですね。そうです、撮影の時に私が着用してたのは M サイズです。はい、あと何かありますかね？そっち何か着てますか？黒と白のバッグどっちがおすすめですか？おすすめはどっちもですでも裏話を言うと、最初に黒を作ったので白を発売するのは全然考えてなかったんですけど、発売が夏頃って決まった時に絶対に夏は白を着用したいかなと思ったので、絶対白作りたいと思って無理やりお願いしました。はい、はい、逆に言うと黒はオールシーズンいけるかもしれないですね、うん、今からは白がいいかな。でもどっちもおすすめですはい、ピアスは重くないかも。前回より全然重くないですね。全然前回も重量感があって高見えするように作ったんですけど、それと同様こちらも安っぽくならないようには作ってあるので、ある程度の重さはあるんですけど、でも前回より全然つけやすいようになってます。はい、あと何か、次イヤリングも、はい、考えてみます。パールのはイヤリングではありません、うん、そうです。今回私がプロデュースし24カラッツかけるさやかコラボ商品第2弾ということで、前回に引き続き今回もいろいろ提案させていただいて一緒に作らせていただきました。あとは男性でも T シャツは着れます？男性でも T シャツは着れます。はい、はい、プロティーのおすすめのコーディネートを教えてください。男性の、いや女性です、多分女性、わかんないです、多分女性。プロティーでも何でも合いますね。何でも合いますね。何が好きですか？じゃあ男性目線で。デニムが可愛いですね。あ、デニム、ロング、ショート。ショート。ああ。でも、ほぼ隠れますよね。女性で。それが可愛いですね。ああ、ね。らしいです。皆さん、それが可愛いらしいです。オーバーめの T シャツを着て、シレットでショートパンツを履いて、で、このバッグを持つのが可愛いんじゃないかと。男性スタッフがおすすめしてくれましたあ、ブレスレットに、あ、ブレスレットにも、まあ、やろうと思えば
って感じかな。ブレスレットにするとまあどう思うか。ちなみにブレスレットにすると逆向きですね。ブレスレットにすると、そうですよね、前回買ってくださった方はブレスレットになるか気になりそう。あ、なりそう。私でこんな感じですね、うん、でもギリギリこんな感じ。ただ男の人だともうちょっと大きくなるかな、こういう感じ。うん、4つは無理ですもんね。あ、こんぐらいか、うん、あ、こんぐらいだったらいけそう、うん、ですこれは本当にどこでもさせるので好きなように使ってください。ぐらいですかね。え、 T シャツは M、 L の M、 L の小さい。あとお値段はホームページ見てください。今回も、バーチカレージ中目黒店だけじゃないですよね。だけじゃないんですけど、あの今回、発売するショップに私専用のポスターを作っていただきました。で、中目黒店さんだけ、あと24の東京24のところだけに、ジキピースサインを書かせていただく、ので、あのぜひあの近くに寄った際には見に来ていただけたらなと思います。絶対ではありません。はい、じゃあサイン書きますね。まあ、やばいな、このインスタライブ大丈夫かな。これどこに書きます？え、好きなところどこだろう。なんか結構写真撮ってくれてましたよね、みんな前の時、うん、この方が見やすいんですかね。え、ここ上かな。え、どこだろう、全体のバランスここかな、うん、なんか写真みたい、この生地。オーマイガー。日にちとかいらないか、書いたのがいいです。7月9日、2021年。薄いね、なんか太い方で書くかな。 OK、 一言書きました。あ、一言。あ、なんだろう、どこに書く。なんかでもな、いいかな、大丈夫バランスがあるから1枚でいいんですよ。 OK、 はい、今回あっちに行きましたね。あったって、ね、今雨降って、まだ雨降ってますね、うん、じゃあインスタライブを終わりにします。雨降ってますね。じゃあはい、てな感じで、商品紹介を終わりたいと思います。皆さん大丈夫でしたか。また質問があったらインスタの、DM だったりコメントで、していただけたら、コメント返したいと思うので、何かあればぜひ聞いてください。ということで今日は終わります。